彼らはなぜ諦めるのでしょうか。その謎を解き明かしてみましょう。回線落ち。味方に回線落ちがいるとき、もう彼は完全に諦めちゃってますね。もう自分らの周りで煽っております。戦う気力がもうございません。やられてしまいましたね今。はい、完全に諦めてます。力の差。こちらとの力の差があるとき、敵は諦めます。ピンクチームに完全に押し込まれてるとき、諦めてますね。彼は、諦めてます。諦めが感染。これはですね、味方がもうすでに諦めてる状態なんですけども、ちょっと僕頑張って、矢倉を止めてたときに、もう一人、そしてまた一人と、連動してみんな諦めていく瞬間を撮影することができました。まあ、これ一生懸命戦ってるんですけどね。よく見てください、後ろ。二人、諦めてました。家庭の事情。家庭の事情って何ぞやって思う人いると思うんですけど、これが多分一番多いケースだと思う。最近自分も、ベランダにカラスが来て、ちょっとお湯払うために少しだけ放置をしてしまいました。これも含めて全部家庭の事情。だから一番多いと思います。うなぎー、早くやめなさーい。早くゲームやめなさーい。早く出なさーい。やめなさーい。こんな感じの母親が止めるっていう。ゲームをしてるとこ止めるっていう、こういうケース。これも家庭の事情です。ちなみに、今のうちのお母さんのモノマネです。最近また言われました。